さんこんにちは、あずさです。今日はですね、室内で、はい、まともに撮っております。はい、皆さんの能力や魅力を、もっとね、最大限に発揮する方法というテーマで、今回はカードをリーディングしていきたいと思います。はい、そして今日はちょっとね、布さんがお休み中でございますけれども、はい、ちょっとこれでも撮ってみようかなということで、多分カードが取りにくいだけだと思うんですけれども、はい、そんなこんなでとりあえずちょっといろいろお試しでやってみたいと思います。はい、今回も選択肢はクリスタルズ・ザ・ストーンデッキから3枚選んでおります。なんとなく似たような雰囲気のものを選んでみました。で、最初にこの2枚が出てきて、でもう1枚じゃ似た感じでっていう感じで出ております。はい、A の方はこちら、はい、綺麗ですね。はい、ご存知オパール、 A の方はオパールです。はい、そして B の方このちょっとなんか不思議な宇宙船みたいな石、ビスマス。はい、B の方はビスマスのカードです。はい、そして C の方、はい、これは時々出てきますね、中にこう宇宙が入ってるようなラブラドライト。はい、 C の方はラブラドライトのカードになります。ABC となります。選択肢は直感で選んでいただいても構いませんし、この石好きだなという石を選んでいただいても構いません。2つで迷ってしまいましたら両方見ていただいて、ピンとくる方をね、ご自身のものとしていただいても結構ですし、それぞれから、自分にとってしっくりくるメッセージだけを拾ってご活用いただいても、それぞれパッチワークのようにつなげてご活用いただいても構いません。今回も概要欄に、タイムスタンプや、チャプターね、作成しておきますので、お時間のない方はそちらもご活用ください。こちらの動画は個人向けの占い、鑑定、予言のようなものではございません。今皆さんが自分自身にとって必要だなと思うメッセージを、ご自身で取捨選択できるよう、私がそれぞれの選択肢にたくさんのメッセージを散りばめてお送りしているものです。どちらかというとビブリオマンシのように使っていただいて、リラックスしてお茶受け程度に楽しんでいっていただけるととっても嬉しいです。はい、それでは今日も A の方から順に読んでいきたいと思います。はい、それでは A のオパールを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。はい、こちら現状、そしてこちらがエネルギーの現状、目に見えない領域ですね。はい、それでは一緒に見ていきたいと思いますが、まずは現状の方ですね。2枚出てます。せーの、パカッ。はい、パカッって言いましたね。ファイナンシャル&マテリアルチェンジズ。はい、こちらと、はい、エースオブカップが出てますね。ほうほうほう、これはあんま出ないですね。はい、こちらのカードと、そしてエネルギーの現状。なんかね、今回ね、皆さん3枚ずつ出たんです、エネルギーの現状。はい、こっちは気づいてる感じかな、うん、顕在意識で出てる感じで、こっちはもっと、見えない領域の現状です。3枚出てます。せーの、パカ。あ、いきなり怖そうなの来た。テンプテーション。大丈夫だけどね。なんかちょっと絵が怖いよね、これね。はい。誘惑。はい。あと、かと思いきや、ハピネス来た。ザ・レディーバグ&スイートピーですね。はい。そして、あツアー楽しい。これ初めて出たんじゃない、このねえねえって言っても初めての人知らんよね。いや、これ初めて出ました、リーディングで。結構これ長く使ってるけど、へえ。はい、エースオブカプス、かわいいね、これね。なんかね、
へえ、はいはいはい、すいませんね、ガチャガチャと音がして。はい、では読んでいきたいと思いますが、まず現状と、はい、なかなか面白いですね。ちょっと読めば読むほどということで、今結構じっくり見ちゃったんですけど、はい、まあね、編集では切ってると思うんですけれども、なるほど。はい、じゃあ読んでいきたいと思います。まず、現状。これは A さんが自分で気づいてる現状ですね。はい。何か、まあ、ここにも分かりやすく、ファイナンシャル&マテリアルチェンジスということで、経済的、そして物質的変化というところに、このエースオブカップが来ております。で、このエースオブカップ見ての通り、ね、見えるかな。はい、見ての通りこの玉座に向けて、この王女様なのか女王なのかわからないですけれども、お偉いやんごとなきお方がですね運ばれていっておりますね。でここもね経済的物質的ということなので、今まさに何か経済的な変化、まあ物質っていうのは経済からもね、まあ経済もちろん物質で、そうです、なんかお仕事とかかなという感じがしますね。なので、はい、お仕事の地位が上がっていくところとか、まあ中にはね、こうキャリアアップがまさに今から行われようとしているとか、ちょうど今4月なので、例えばまあその4月とか5月とかあたりに新しい、こうなんかより重要なことを任されるとかね、そうですね、まあ、玉座に着くっていう感じがあるので、でもねなんか玉座っていうかねコントロールセンターみたいな感じも今回来るんですよね、まあ、なので責任者の立場に立つって方もいらっしゃるかもしれませんね。そうね、まあそういったこと、お仕事とかそういったことあんまり関係ないよっていう方でも何かしら、例えば主婦の方とかだとしてももう少し楽になってくるとか、もしくは今までもその子育てで手一杯だったけれどもだんだんその自分の自由が効いてくるとかね、なんかそういったことを、そこに今向かってるっていう感じですかね。いい感じだと思いますよ。もともとこれってそこまでいいカードではないんですけど、もう今回はこの純粋にファイナンシャル&マテリアルチェンジスみたいな、もう本当にただただ変化していくところにこう玉座に向かってるっていうのが来ているので、はい、そうですね、ご自身でも感じてらっしゃるんじゃないかな。キャリアの変化、地位の変化、そうですね、あとは日々のその自分のご家庭だったらご家庭の中での、普段の過ごし方とか変わってくるとか、はい、そんな感じがいたします。でここね、まあ、ちょっと久しぶりに3枚出たんでんって感じだったんですけど、これもねなんかちょっとここにつながってる感じがしていて、まあ、これねテンプテーションって要はね誘惑ってね言いましたけど、悪魔のあのカードに相当するものなんですね、ダイヤルカナの15番、はい、でただここにハピネスとかそして同じくエースオブカップスっていうのが出てるので、今までなかなかズルズルとしてしまっていたところとか、やめようと思えばやめられるけどなかなかやめられないと思ってたことをやめられたりとか、もしくはなんとなくすっきりしない状況からやっとあこっちの方向でいいんだっていう感じで抜け出すことができたりとか、はい、まあ、そこにハピネスが出てますので、ご自身が今まで、まあ、それがお仕事なのかそうじゃない領域なのか分かりませんけれども、何かしらかちょっとこうもやっていたって感じがするんですよね。もやもやしててこれどうするよみたいな、今後どうするって思ってたこととか、なんかいまいちこうねなんか決定打に欠けるっていうのかな、なんかちょっとそう言って欠けてたものの答えが出てくるとか、あこうしていけばいいんだとか、まあ、もしくはこういうふうにねこう移動していくっていうのかな、ことによってそこから抜けられるって方もいらっしゃるかなと思います。どちらにしてもそれは、A さんにとってはすごくいいことでね、すごく今回面白いなと思ったのは、はい、
これ同じエースオブカップスなんですけど、これはね、この玉座に到着しようとしてますよね、まさにね。でこれはね、ここからね出てるんですよ、このモスさんがね。そう、うん。で、まあ時間軸で言うと、こっちが過去でこっちが未来なんですよね。そうそう、エネルギーの現状の方が数ヶ月経つと、具現化してきやすいものなので、うん、そうね、このあとよっぽど大きな何か変わらなければこのまま変わっていくっていう感じなんですけれども、到着しようとして、ここではもうね出立してますね。なので、なんていうかな、通り過ぎるわけではないんですけれども、ここである程度のことを得て、でね、これもほら虫さんでしょ、ね、しかもハピネスなので、なんていうのかな、旅に出るんじゃないかなと思うんですよね。次なる旅っていうのかな、うん、ある程度の玉座について、そこから、能力を発揮していくとか、もしくはこう人生の次の、旅に出るっていうのかな、うん、そういう感じがいたします。別にこの玉座とかこのカップに一時的にいるっていうことではないと思うんですけれども、まあ要はただここになんかのうのうとするというよりは、のうのうと、そう、あぐらをかくっていうのかな、あぐらをかくっていう感じがしないということですね。そこからこう活躍していくとか、もっとそこから次のさらなる未来へとちゃんと旅立っていかれるとか、うん、ちょっとそんな感じがしますね。すごくね、ここもいいですしね、ここもいいですね。まあ春なのでね、ちょっとそういう雰囲気もありますけれども、はい、A さんの現状こんな感じになっております。はい、では続きまして、A さんの能力や魅力を最大限に発揮する方法を見ていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、もうこうやらないと取れないね、 1,2,3,4,5 枚出てます。せーの、バカ。はい、 Spend Duality Time Together。 はい、こちらのカードと、うん、あ、プラーナヤーマ、これこの間も出たね。はい、うんうんうん、よいしょ、5枚入る。はい、エクスプレスユアインナートゥルース。はいはいはい、プットアザーズファースト。はいはい、そしてキングオブワンズが出ております。うん、読んでいこうと思います。はい、なんかシンプルだな、 A さん、能力や魅力を最大限に発揮する方法なんですけど、シンプルで、まあもしかしたら B さんも C さんもそうなのかもしれないですけど、まだね見てないですが、結構実用的っていうか、だもしかしたらもうある程度揃ってるのかなね、現状でなんかこれから活躍されそうな感じがしてるので、うん、そうだな、ちょっとこれがね2枚一緒な感じがするんですよね。プットアザーズファーストとキングオブワンズ、この2つから来るのはちょっとね、なんていうのかな、まずねキングオブワンズから読もうかな。これがね、どんな時も、なんていうかな、自分がやりたいと思ったことに揺らがないとかね、自分の考えに対して確信を持つっていうところから、派生して、こうどしっとしてるっていうのかな、うん、自分の軸をしっかり持って自分はこうだって思うことから揺らがないでいる、うん、ことはすごく大事って言ってるんですよ。で、そのためになんか今回ここからね、準備に時間をかけるみたいなのが来ています。なんかよく例えばそうだな、このドシッとするために自分の中でちゃんと整理しておくとか、よく考えておくとか、そうだね、なんかね今回このアシカちゃんからなんかこのポイントを探しとくみたいなのもすごく来ますね、あ、ここが自分にとってすごく心地いいなっていうポイント、それを探しておく。それはもしかしたら、これ何に対してかでまたかなり変わってくると思うんですけれども、
お仕事で例えば自分はこういうふうに必ずやっていきたいとか、こういったことを自分は仕事の中で大事にしていきたい、その中で特に何が大事かとかね、そうだな、自分にとってしっくりくるやり方とかね、しっくりくる、例えばプレゼンするんだったら、あ、このプレゼンの仕方が自分にとってちょうどいいなとかね、そう、まあ、能力魅力なんですけど、これはどっちかっていうとね、能力かなって感じがしますね。能力を発揮するときに、そうだな、自分の意見とか自分のアイデアとか、そういったものに自信を持つためにちゃんと、準備をしておくとか、前もって考えておくとか、なんかそういうのがこの2枚から入ってきます。なんかすっごいなんかベタだけどね。そうで、エクスプレス・ユア・インナートゥルース、これもすごい、まあ、ベタというか、まあそりゃそうだろうねみたいな感じなんですけれども、やっぱりね、その直感をしっかり磨いて、ここにもね、フィーリングス&ソーツって書いてあるんですよね。でここもそんな感じがするんですよ、自分の思想とか、そう、考え方とか、自分はこれを一番大事にしてますとか、そういったことをしっかりこうクリアにしておくっていうのかな、そして自分でそれを把握しておく、認識しておく、もしかしたら書き出してまとめておくのもいいかもしれないですね。なんか超ベタだな、ベタだけあんま必要ないのかもね、 A さんね、もしかしたらね、この辺めっちゃベタだし、ここなんてついあんた笑っちゃうんですけど、これって深く呼吸をするカードなんですよね。なんかね、もっと胸を開いておく、でこれはもうちょっとなんていうのかな、本当肉体的というか、しっかり呼吸をする、自分のお腹とか胸にしっかり空気が入るようにしておく。だから例えば姿勢が悪かったり、そうだな、どっちかっていうと外とかに出て胸を張って歩くってことを意識したりとかね、しておいてもいいかもしれないですね。ね、なんかこうバランスをとっておく体の、そういうのもすごい入ってきますし、でもやっぱこれ深い呼吸っていうカードなので、ぜひですね、これもなんかベタだよね、ただなんかもうやるだけのことをもしかして A さんはやってきたのかもしれないですね。この辺とかは、まあ、魅力もそうだけど、やっぱ能力なのかなって思っていてね。でこれはなんかまあ魅力、魅力どうなんだろう、これはね、スペンドデュアリティタイムトゥギャザーということで、しっかりね、お相手と、大切な時間を過ごすとか、丁寧に一緒にね、こうなんていうのかな、お互いの時間を、こう軽んじないで、例えば自分の話、あ、そうそうそう、一番ね、一番ここから来るのは、なんかね、相手の話を聞くっていう感じが今回はしますね。私の話を聞いて聞いてとかだけじゃなくて、人の話を聞くとかね、そして、まあ、もちろん聞いてばかりじゃダメで、自分の意見も言わなきゃいけない。だから、なんかね、心を使って交流するっていう感じですね。まあ、だけどこれって別に恋愛とかパートナーシップだけじゃないかなっていう感じがします。お仕事でも魅力ってすごく大事だと思うので、なんか A さん驚くほど、なんかこんな言い方なんだけど普通というか、もしかしたら、だから能力的な開発っていうのかな、はもう済んでるのかなっていう感じもしますね。だからどっちかっていうと、こう体を使う感じがあるんですよね。もう内側は整ってて、あとは体のバランスを整えるとか、深く呼吸するってすごく大事なことなので、呼吸を深めておくとかね。呼吸を深めておくと、呼吸深めておくと直感を受け取りやすくなるしね。そうだね。そうするとこうやって慌てなくなるっていうのかな。この2枚からね、慌てないっていうのも入ってきますので、なんか仕事の前にバタバタしておくとか。そうじゃなくて、バタバタしておくっていうのかな、仕事の前になんかこう予定詰め込みすぎていつもバタバタしてしまうのではなく、ちょっと時間に余裕を持つっていうのもこの2枚から来るかもしれないですね。
そうだな、うん、そうだね。これ両方とも魅力とも能力ともそれぞれ取れるかもね。同じような感じかもしれないですね。まず魅力で言うと、あの人の足をちゃんと聞いて自分もちゃんと意見を言う、そして心を使って、コミュニケーションをすればするほどあなたの魅力っていうのがね、人に伝わりますよということを今回は言っていますね。でやっぱそのためにはハートを開くっていうことですよね。ハート、うん、胸をしっかり開いていく、深く呼吸をするとなんかすごく落ち着くしね、うん、そして直感も受け取りやすくなるので、とてもなんか自然体になるのかな。そうね、そうそうそう、これもそうかな。慌てないだからね、うん、どしっとしてられるから余裕を持って自然体でいられるのかもしれないです。そうすることによって、周りの方とかどなたかと、そうですね、こういうふうにしっかりと心を開いて、ハートを開いてコミュニケーションさえすればあなたの魅力はダダ漏れですよとそういうふうにも読めると思いますし、これを能力として見てみると、全体を、私もしかしたらこれとこれもちょっと似た感じになるかなって思います。物事にちゃんと耳を傾けるとか、今何が起こってるのかにしっかり耳を傾けていくとか、まあ、何かお相手がいるようなお仕事とか、うーん、そうね、能力を発揮するために必要だったら、相手が何を言わんとしてるかによく耳を傾けるっていうのかな。うん、そうですね。でまあそれにやっぱりこうやって自分のハート、これ多分ねグリーンなんで、ハートチャクラの色でもあると思うんですよ。なのでハートチャクラをしっかり開いていくとかね、ハートを開いていく、うん、でそのためにやっぱり慌てないことだ慌てないことがすごく大事。もしかしたらちょっとバタバタバタっていつもしちゃうとか、そうするとついついこうなんか肩が上がってしまうじゃないですけれども、集中できないとかね、そういうこともあるかもしれません。はい、ちょっと私が想像していた以上にすっごくこう三次元的というか、なんかしかもすごく当たり前っぽいこと言ってますけど、まあでも分かりやすいかな。うん、慌てないようにするとか、うん、しっかり呼吸するとか、もしくはハートをオープンにしていく、うん、そういうようなことですね。しっかり人の話を聞く、うん、そうすれば A さんの場合は能力や魅力が、よりね最大限に引き出されていきますよということを言っていると思いました。はい、なんか慌てちゃった、あまりにもなんかこんなベタなことと思って、はい、でもなんかまあその分ね準備されてるんじゃないかなと思います。はい、それでは、そんな能力魅力を最大限に発揮して、ではねどんな環境だったらよりこう伸び伸び活躍できるのかっていうことで、合ってる環境ですね。別に今そうじゃなくても私はいいと思うんですけれども、まあ、これをちょっと認識しておくと、もしかしたらちょっとね役に立つかもしれませんということで、3枚出てます。せーの、パカッパカッ。はい、スバーディシュターナと、うんうんうん、お、ザ・シー・オブ・ミンタカ、綺麗ですよねこれね。ここにね人が浮いてるのよ、気持ちよさそう。はい、そしてオープンユアハートトゥーラブということで、そうね、なるほど、またこれでチャクラカードなんですよ。ちょっとやっぱりそうね、でこれハートでしょ、さっきハートチャクラっぽいカード出てたもんね。うん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 、もうね一言で言うとあなたが主役になれる環境って言ってます。ただ主役って言ってもなんか我が我がっていう主役っていうよりは、あなたが本当に好きにできるっていうのかな。うん、まあ、中にはねこうなんか人のサポートをすることの方がすごい活躍っていうかこうポテンシャルを発揮できる方っているんですよ絶対に。うん、なんかこう何かこれをやってって言われてその枠の中でどうやっていくかってことを考えるのがすごい得意な人もいます。
だけど A さんの場合はあまりこう制限を設けずってことかな、制限を設けずに好きにできる、うん、あとちょっとこのスバディシュターナの、カードからやっぱり来るのはある程度こう誰か持ち上げてくれる人がいたりとかそうだな、なんか一人で輝くっていうよりは誰かサポートしてもらった上で、要はちょっと私忙しいって言ってバタバタバタってして食べ終わったお弁当柄をちゃんと捨ててくれる人がいるみたいなそれぐらいサポートしてくれる人がいる。例えばこれが私主婦ですっていう方でも、例えば周りの方がそういう風にご家族とかがもうなんかお母さんのお母さんはいつも何々しっぱなしだから僕たちがやっとくよってお子さんがやってくれたりとかご主人がやってくれたりとか、なんかそういう感じかなっていう感じがしますね。そう、あとね、ここからも来るしここからも来るんですけど、気を使わなくていいっていうことを言ってますね。なんかそれこそピリッとした環境の方がポテンシャル出る方いるんですよ。だけど、A さんは本当に自然体で気を使わなくて、自分の自由にできる環境が最ものびのびとできる。だけどなんかこう、そうだな、みんなを引っ張るって感じではないんですよね。お一人様ですね、これ完全に自分一人が輝く場所っていう感じがいたしますので、誰かに他の人にこう気を使って一緒に頑張るとかそういう感じはあんまりないですね。はい、まあこれもねちょっとご参考程度にっていう感じなんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。はい、それでは続きましてですね、最後にあなたがもっと楽になるメッセージっていうのを引いてみました。はい、まあ、能力魅力発揮するっていうとなんか頑張るって感じがすると思うんですけど、なんかメッセージ、今の A さんにメッセージって言ったらもっと楽になるメッセージにしたらって言われてじゃあそうしようっていう感じで、もっと楽になるメッセージどんなのが出るかな、せーのパカッ、あ、またチャクラカード、マニプーラ、はい、ほうほう、これあれ太陽神経尊チャクラ、さっきのは第二チャクラですね、スバディシュターナっていうのね、そしてザ・フロッグ&ロータス・メタモルフォーシスということで、はあ、もっと楽になるメッセージいきなり第二チャクラとかって言われてもね、はいはいはい、分かりましたよ。はい、一言で言うと殻を破れって言ってますね。なんか殻破った方がいいよみたいな感じかな。なんかねもう一言ちょっと変なの来てるんだけど言っていいもうちょっと勘違いしてもいいよって言ってちょっとあんま勘違いするのなんか勘違いっぽくなっちゃうの嫌だなみたいに思わないで、なんか私勘違いしやってんじゃないのっていうぐらい自分をこう上げてくっていうのかな、そういう意味で殻破っていいよみたいなこと言ってますね。なんか自分で自分のことを私こういうタイプだからって思い込んじゃってる部分を脱いじゃえみたいな感じかな。そうそうだな、結構変えちゃってもいいかもね、自分に対する思い込み、自分に対する自分ってこういう人っていう観念を完全にもうそれこそこう脱皮する感覚で、例えばいつも言いますけど、あのさなぎのね、蝶々のさなぎからあの綺麗なテフテフさんが出てくるとは思えないじゃないですか。でこのね、カエルさんもまさかあの黒いオタマジャクシからこういうのがね出るって、例えば全く知らない人は同じ生き物だと思わないと思うんですよ。だからなんかその今の自分から想定してなるであろう自分ではなくって、なんかもっと、いや私これから全く違う人間になっちゃいます
みたいなぐらい、いや私ちょっと勘違いしてんじゃないのって思われちゃうかもって思って、変にこう低めに設定するんじゃなくって、自分のやる気が出てくる設定っていうのかな、そうそう、そんな感じかな、やる気が出てくる設定っていうのかな、2回言ったね今ね、同じことね。そう、でも本当そんな感じですね。はい、もうなんかね、そのさっきこのスバでしたのね、同じデッキのチャクラカードで第2チャクラと第3チャクラが出てますけれども、そうだな、そう、2から3に上がってきたっていう感じもあるしね。なので、はい、ちょっとねシンプルなんですけど、そんなこと言っておりますので、これ人によってね全然何に当てはめるかもまた違ってくると思いますので、はい、適宜お好きなところに、当てはめていただいて、ピンときた方はご参考になさってみてください。はい、なんかちょっと A さんね実用的だし最後ぶっ飛んでるみたいな感じでそんなことないか、のびのび活躍できるとこもなかなかぶっ飛んでて楽しかったですけれども、その割になんか能力のところがすごくね、あとこれとこれだけねみたいな感じで、なんかちょっと後始末感があったので、まあもう能力とか魅力出てんのかなと思いました。まあでもね、なんだっけ、いろいろ、はい、3つぐらいね言ってたんで、できそうだなと思うことがあれば、ぜひトライされてみてください。はい、それでは A のオパールを選んでいただいた方のリーディングは以上となります。今日もこちらの、動画をご視聴くださりありがとうございました。はい、それでは B のビスマスを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回も、現状、エネルギーの現状ということで一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらは B さんが気づいているであろう現状、2枚出てます。せーの、パカ。はい、デモンストレートラブ。この矢車菊がかわいいね。はい、こちらと、はい、なんかいきなりかわいいって言ったらキリみたいに出てきましたね。キープゴーイング。幸せそうだね B さんね、いい感じじゃねじゃね。そしてあのね、今回ね ABC さんみんなね、なぜかここのエネルギーの現状3枚出たんだよね、みんなそうなの。せーの、パカ。あ、ラリータトリプラサンダーリさんと、ほい、ホーリーストーン。ほい。みたいな。音にするな、みたいなね。そして、お、ジ・エンペラー。来たー。すごいね。ほう。なるほど。なるほど、なるほど。ちょっと狭いね。はい、では。読んでいきたいと思いますが、はい、これはわかるんだけど、これもわかるんだけど、ここがねちょっとねわかりにくいので、ちょっともう一枚引きますね。はい、ペラッとめくれてこれ出てきましたね、私の好きなカード、パッションイグネイテッド。そうなんだよね。でもなんで守るっていうのがずっと入ってくるんだろう。結局わからんのかいみたいなね。ちょっとじゃあ読んでいきましょう。はい。まず今はすごくねご自身が興味があることとか、好きなことかな。興味があること、好きなことに対して本当に、まあ、引き続きって感じが今回しますね。引き続きそのことを頑張っていますとか、今まさにそのことに取り組んでいるところですとかね、そんな感じがしますね。ありとあらゆるものに今回このデモンストレートラブすごく強く感じていて、ありとあらゆることに愛情を感じてるとか、ありとあらゆることをなんか、あ、これってすごいありがたいんだなみたいに感じて、はあ幸せみたいに、結構ここねなんかいい感じなんですよね、すごくね。でなんかそのことが一時的ではなく、すごく
なんていうのか、普遍的な感じでね、今、B さんの中にあるっていう感じがするんですよ。で、ここだよね。ちょっとこれ長いんで、多いんでこっちに持ってきちゃいますね。そうね、なんかね、いくつかキーワードが来ていて、なんかね、 B さんの中から生まれるっていう感じはあるんですよね。そう、それでこれ出てきたやっぱりなと思ったんですよね。ただ生まれると同時にそれがものすごく守られてるっていうのもね、このプロテクションも出てますけど、この強行からも来るんですよね。なんかこう全くこう動じない、他のものに全く触れさせないぐらい守られている。だからここすごくね、なんか男っぽいっていうのかな。でここはすごく女性っぽいんですよ。そう、何かが生まれてくるとか生産的なの、ここはすごくね。でしかもご自身のこれ、ハートチャクラが燃えてるんですけど、ご自身の非常にセンシュアルな部分から何かが生まれてくる。でそれを同時に非常に男性的な部分で守ってるっていうのが来るんですよね。ねえ、まあこれも現状なんで、もし今すでにお腹にお子さんとかがいらっしゃる方がいれば、もうまさにっていう感じです。ただクリエイティブなこともあるかなっていう感じがあります。もうね、これ出てくる感じなんで、今からどうこうっていう話じゃなくて、もうお腹にいる方だと思います。もしね、赤ちゃんのことだとしたら。だけど、そうだな、クリエイティブな何かが生まれてくる。これなんか今回すごい賛同って感じがすっごくするんですよね。そうで、それがまあこれ本当はホーリーストーンっていうこの守りの石なんですけど、この真ん中の穴がなんか本当に選ばれたものだけが通る感じもすごくするし、でそれをこの皇帝がもう絶対に他のものに手出しはさせんみたいな感じがあるんですよ。でもね、すごくふんわりしてて、それ以上が全然入ってこないのですみません。もしかしたらあまり見えない領域なんでね、これね、人によってかなり変わってきちゃうのかなっていう感じもするんですけれども、どちらにしても一つ言えるとしたら、これから、B さんの中から何かが生まれてきて、それがね、もしかしたらご自身がそれがお仕事とかだったら、お仕事の中で何かしらの自分なりのひらめきとかね、そういったものが自分の中で生まれて一つの形を成すとか、なんかそういうのもちょっと入ってくるんですよね。そういう感じかもしれないですし、もうなんかね、ふんわりしすぎてるから、どこに焦点を当てるかで見え方が全然違って、面白いっちゃ面白いんだけど、とても手が足りない感じがする。ごめんなさい、こんなんでごめんなさい。でもはい、見えない雪でこれからなんで、これね、なんかふんわり逆にしときたいのかもしれないですね。どちらにしても何がどうなっても、それはね、守られてますってすっごく言ってるので、これから、あ、そうかな、ちょっとある一つの見方すると、新たなB さんの在り方っていうのが生まれてきて、それがすごく硬い殻で守られるぐらい、ほんとしっかりしたものを、盤石なものになるっていうこともあるかもしれないですね。普通はいつも言ってますけど、サナギから生まれる蝶々は弱々しくね、セミとかもそうですよね、こう葉っぱとか濡れたような状態で、全然ね、こう外からの攻撃に耐えられない感じじゃないですか。だけど、B さんの場合はすごく新しい自分になるんだけど、そこがすごく守られてる。もう生まれた時から完全に守られてるっていう状態。だからなんかもしかしたら別の見方をすると、安心して変わってっていいよとかね、かもしれないなと思うんですよね。なんかね、すごく女性的ここだから、もしかしたら、すごく生き生きとした
非常にこうなんていうのかな、自然体で自分らしい自分というのになっていくのかなっていう感じがしますね。で要はね、無防、一見無防備な感じっていうのかな、あまりにも自分らしいからだけど守られてるっていう感じなのかなと思いました。でね、こいつが邪魔だぞ。でね、これがね結構ね、そうそう、すっごく本当にこう無防備なんですよ、愛丸出しだから。でそのまま行くって自分で決めてるから、まあ私このままで行きます。たとえ他の人からどう言われても、私このそんなんじゃ危ないよとかね、そんな無防備じゃなんか変なやつが来るかもよみたいに言われても、でも私これで行くんで、キリみたいなそれでなんかこう守られてますよって、ちゃんと、ね、この悪いお化けとかガーゴイルみたいなやつから、こうゴブリンかな、わかんないけど、はい、あなた守られてますからっていう、そう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 、キリ、はい、ということでキリしか言ってない。はい、それでは続きまして、はい、それではですね、続きまして B さんの能力や魅力を最大限に発揮する方法ということで、今回皆さん5枚ぐらい出てるかな、はい、5枚出てます。せーの、パカ、はい、ダブルミッションのカード、そしてで、リラックス、エブリシングスオーケーのカード、はい、あ、アナグマ来た、ザ・バッジャー&銀行、ヒーリングウォンズ、はいはい、あ、シックス・オブ・スペルズ、あー、オチビ・ユースタス、かわいいね、はい、そしてこちらがペンタクルの2が出ております。はい、お、はい、面白いな。なんかね、 A さんはやたら実用的だったんだけど、 B さんはまさに私が今回のリーディングのテーマで考えてたような、こういう感じの内容が出たら面白いなと思ってたようなことをちゃんと言ってくれててよかったみたいなA さんなんかちょっと焦っちゃった、なんかあまりにも実用的すぎて、はい、まあでもそれもね、あ、そのそれが必要な人もいるわけですからね。はい、B さんはこれはね、そうそう、 A さんはね、なんかバラバラバラと3つぐらいあったけど、B さんはある意味一つのことかな、ある意味一つのことを言ってる。ちょっと待ってね、どこから話そうかな。まず、これは人生を通してなのか、まあ、能力魅力なので人生通してでいいと思います。もしくはお仕事とかを通してでもいいかな、パートナーシップとかでもいいですし、人生お仕事ってした方が分かりやすいかな。まあいいや、自分にとって、当てはまるように聞いていただければと思うんですけれども、例えばお仕事だったらお仕事とか、お仕事でやってること、人生でだったら今人生で、対峙してること、パートナーシップとかね、ご家庭のことだったら、まあ、その中で起こってること、そのことっていうのは3次元的に必ず意味があると思うんですよね。例えば仕事がうまくいったらお金が入ってくるとか、人生で何かやこうなんかわかんない、人間関係で取り組んでて仲良くなったら、こう縁が広がるとかね、家庭も子供の話をちゃんと聞いたら家族がうまくいくとかね、そういう意味での3次元的な結果っていうのを必ずあると思います。その3次元的な取り組み、が必ずあなたにとってなんかね、もう一つの学びの道っていう感じがすごくするんですよね。もう一つの副産物っていうのかな、を必ず生むようにできていますっていう感じかな。例えば今言ったように、仕事でお金が入りさえすればいいとか、周りの人とご縁が広がりさえすればいいとか、家族がうまくいきさえすればいい
そこで終わってしまうのではなくて、そこから得るものがあなたの場合は必ずこうなんていうのかな、副産物みたいなのが出るようになってますみたいなことを言ってるんですよね。だからどんなことにぶち当たったり、どんなことでなんかこう悩んだり、まあ、もしくは危機として取り組んだとしても、そこに必ず、なんていうのかな、そうね、副産物かな、やっぱり副産物が出るようになってるってすごく言ってるんですよね。例えば自分では全然違うと思ってても、そのさっき言ったように仕事でうまくいった、そしたらお金が入ったっていうことに対して、その中で前は失敗したことで今回うまくいったのであれば、あ、自分は本当はこれはずっとできないと思ってたけどできるようになったんだっていう自信がつくとかね、もしくはそこでお金が入ってきたっていうことに対して、そのお金が入ってきた金額によって自分がどう感じるかみたいなところで、また成長があったり学びがあったりする、まあ、当たり前ですけどね。ただそのことに、B さんが意識すればするほど受け取るものが大きいですよって言っています。そうするとどんなこともその能力の発揮につながるし、あなたの人間的魅力の発揮につながりますっていう感じかな。仕事でのちょっとしたことから発見できたことで、まあ、人間的に例えば成長するともちろん人間的に魅力が出てきますし、人間的な人とのこう交流関係の中からこういう関係の中から、何か発見して、それが仕事にもちろんね、仕事とかにこう発揮できて、あ、そんなこと知ってるんだとか、あ、そういうことを経験した方ならお任せしたいなって言って、よりこうなんか能力が広がるチャンスが出てきたりとかね。だからなんかこの方の場合は、 B さんの場合は全てがつながってる、まあ、当たり前なんだけど、でもそのことが特に顕著なのかなと思いました。で、今言ったように、例えば仕事とか人生とか家庭とか、そうね、社会とか家庭とか、いろんなことが全部つながってるからこそ、それぞれで学んだことを別の分野にも応用できる。そのことをやっぱり意識して、例えばちょっと家族のことで悩んでるってなったら、そこに、あ、ここに必ず何か成長の鍵があるんだなとか、学ぶ必要があるからこそ今このことが起きてるんだなっていうふうに、意識を変えていくだけで、もしかしたらこの方は解決が早まるかもしれないですね。なんかね、見つけられるのを待ってるって感じもすごくします、それが。常にだから宝探しみたいな感覚もあってもいいかもしれない。何か問題がよくねありますよね。なんか問題が起こると、なんかそこにわ、ここからもっと成長するぞみたいな、成功の鍵があるぞって喜ぶ人たちが、なんかすごいこうね、社会の成功者とか、お金がすごく持ってる人とか、いわゆる仕事ができる人とかね、言いますよね。なんかそういうことを持ってる人が多いみたいな、なんか思わぬアクシデントが起きた時に、ここにチャンスがあるってなんか喜ぶみたいな、ちょっとそういう感じ。だからこそここにリラックスエブリシングスオーケーとか、ヒーリングウォンズっていうのがね出てますけれども、ヒーリングウォンズってこれ傷が癒えるっていう意味ですね。そうなので、必ず解決の糸口がある、何事にも。そして自分が何か傷ついたとかショックだったことにも、必ずその先に得るものがあるっていうのかな、なんかそういう感じがすごくするんですよね。だからただあのことは辛かっただけで終わらせないっていうのかな、まあ一時期それでほっとくのは当たり前だと思うんですけど、あ、なんかショックなことあったなとかね、でもなんであんなことが起きたんだろう、辛い、嫌だったで終わるんじゃなくって、まあここから何か得るものがあるんだろうなって思っ
って間違いないっていう感じかな、うん、もうなんかそれ以外に言えない。すごくね、あの面白い、私的にはすっごく、うん、素敵だし深いみたいな感じなんですけれども、うん、あのあれに似てる、あのヨーグルト作るとなんかこう乳製ができるみたいなのあるじゃないですか、うん、必ずあの乳製っていうのができて、で今まではその乳製を、あバターか、バターを作る時に出てくるその乳製みたいなのを前は捨ててたけど、うん、とそれを使ってお菓子作りましたみたいなのがあると思うんですけど、まあ、ここで商品名言っちゃったらあれなんで言わないけど、なんかそんな感じで、なんかそれはそれですごく役に立つっていうか、必ず何かが起こったらそこにこうふっとこうもう一つ副産物が出て、そこに必ず得るものがある、うん、この方の人生はそういう風にできてる、特にできてる、みんな必ずそうなんですけど、特にそのことを意識すればするほど能力がアップするし魅力もアップしますよっていうことを言っていると思いました。はい、面白いですね。はい、では続きまして、B さんがより、のびのびと活躍できる環境っていうのがあるとしたら、それはどんな環境か。はい、これは A さんの時も言ったんですけど、今その環境じゃないからって無理やり変えようとしなくって大丈夫です。自分にどんな環境が合ってるのかなっていう程度で、はい、見ていただければと思います。4枚出てます。せーの、パカ。はい、オブスタクルス&チャレンジスのカード。ほうすごいね。 Be patient のカード。ほう、ザポーキューパイン&アネモネバウンダリーズ大変そうなのばっかり出てる。シックスオブブーンズ、へーへー、あー、だからさっきの能力魅力もあんな感じなんだ。わお、これはね、あのね、やっぱりさっきのにちゃんとつながってますね。うん、もうこれとこれなんかすごく似てるし、まあバウンダリーズもそうだし、これもね、なんか結局そういうことだろうな、さっきと同じだろうなっていう感じですね。何かね、チャレンジをね、乗り越えた時にやっぱ得るものがあるんですよ、この方。うん。一つのチャレンジを乗り越えて成長していく、うん、でそのチャレンジがないと、もしかしたらご本人はどう思ってるか分かんないですけど、チャレンジがないとつまんない人生だなって感じる方なのかもしれないですね、うん、そう、もしかしたらもう私の人生なんでこんなにいつも大変なのって思うかもしれないですけど、のびのび活躍できる環境でこれだけ4枚揃ってるので、あのよくいらっしゃるのが、あの山は大変で登ったけど、登った後の爽快感、達成感がすごくて、結局その前の大変だったところをまた忘れてまた登っちゃうみたいなね、そういう話ってあると思います。そしてもしかしたら、あの逆境とかチャレンジが目の前に来た時に、この方は輝く方なのかなと思いましたね。輝くっていうか、なんていうのかな、いきなりあの火事場のバカ力みたいなのが出るみたいなね、バカ力ってちょっと失礼ですけど、でも本当そんな感じ。うーん、でね、あのでね、だってなんかこう守られてるんですよね、 B さんね。うーん、そう、バウンダリーズでポーキューパインということで山嵐が出てます。でよく山嵐ってね、こうなんかジレンマみたいな感じで、うーん、なんかこう、うーん、そうだな、もうこれ以上うまく いかないとか、こっから先に行けないって思って、もうここまで頑張った、もう無理って思うと、実は守られてて、その先に進めるようになってるとか。いや、これのびのびと活躍できる環境でも、もしかしたらこれでもいると思います。私結構セッションしてて、こういう方は結構いらっしゃる、うん、なんかチャレンジがないと魂が燃えないみたいな、そうですね、うん、
私も今でこそこう自分が変わってしまったので、ちょっと変わっちゃいましたけど、あの変容前は、チャレンジすべきことが目の前やろうが燃えるタイプでしたね。で燃えて常にそこから目標を設定してぬおって頑張れる力が出てくるみたいな。そしてすごくショックなことがあっても、そのショックなことを乗り越えた時の達成感がすごかった。なんかすっごい成長したみたいに思ってたから、ちょっとわかる気はする、でそれを自分で、あ、私これが好きなんだなって認識したことがあったんですよ、20代の頃。でそれから認識して少し楽になりました。なのでこれ見て、いやだー、でもまさにその通りって方は、逆に認識すると、あ、私はチャレンジを乗り越えた達成感を味わいたいんだって思うと、またね受け取り方が変わってくると、かなり楽になってくると思うので、はい、まあそんなのもいいんじゃないんですかね。ちょっとそそくさと片付けようかな、あ、さよならさよならみたいなちょっとこれ伸び伸びってこれ出すかみたいな感じで、すいませんね。はい、参考程度で大丈夫なんでね。はい、で大丈夫でしょうね、これね、今の B さんにメッセージみたいな感じで弾こうと思ったんですけど、皆さんにね、今のあなたにメッセージみたいな、もう今回あなたがもっと楽になるメッセージで弾いたらって言われて、おいいねって言って弾いたんですけどB さんどうなるかしら。せーの、パカ、アイアムライトのカードとグラティチュード、ストイックだべこれストイックに出してくるべ本当に。なるほどね。なんていうのかな、一言で言うと、もっとシンプルにっていう感じかな。なんかね、先を読もうとしないとか、あまり未来のことを考えようとしない、今の目の前の一歩がしっかりしてれば大丈夫ってことにしなさいみたいな感じかな。今目の前でやってることをしっかりやれてれば、私100点満点、そう、そんな感じ。もうそれ以上言えないかも、そんな感じ、すごいシンプル。今日一日無事生き終えた100点満点、今日与えられた仕事できた100点満点、そう、そんな感じかな。で、あんまり未来を見ようとしても、この方は多分うまくいかないし、あまり未来を設定しすぎても多分うまくいかない。今ここを生きれば生きるほど楽になるし、うまくいく方だと思う。守られてるしね、さっき出てたけど。だからあなたの未来、途中だけど、さっき言ったように、正直これ私もそうだったんですけど、こういう人生選んでる方って絶対守られてるんですよ。だって守られてないとこんなん絶対行きたくないじゃん。あなたここで失敗するかしない、成功するか失敗するかの保証ないけど頑張ってねって言われたら嫌でしょ。嫌だよね。そう、大丈夫、絶対乗り越えられるからって言われてるから行けるんですよね。そう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 、これね、いつも言ってますけど、守られてるカードで、家出した、なんかね、すごいひどい扱いを、なんか親かママ、これなんか結構物語っぽいので、なんかこうママ母みたいなのから受けて、もう無理、私は嫌よって言って、もう木の実木のまま裸足で飛び出したら、もう冬の森でだんだん寒くなって、もう体も動かない、お腹も空いた、もう私は無理よって言って、こう寝込んでしまって、ふと気がつくとうさぎ毛布に守られてましたっていう、そういうカードなんですよね。そう、だからあなたはどんなに、ああもう無理と思っても守られてますよっていうカードなんですよ。だからなんかすごいそれが今つながりました。今ここを生きて、今ここを一つ一つ丁寧に一生懸命やってれば、もう100点満点、その先の心配むしろしなくていいよ。あなたそもそもそういった意味では、なんか大こけしないように多分設定されてるんですよ、こういう人って。大体そうです。なんかもうホームレスになるとかさ、わかんない、
うん、たとえなんかこうね、会社大きい会社やってて何かが起こってね、前のリーマンショックとかね、バブルが弾けるみたいな、そういうことがあって、たとえ破産しましたとか倒産しましたって言っても、なぜか今となっては過去のことで今も元気で生きてます、むしろ今の方が幸せですってなったりとかね。そう、まあそんな大きなことはこの方に起こんないと思いますけれども、まあ、それぐらい本当にああいうこう山あり谷あり的な人生を歩まれる方っていうのは、いつも言ってますけど、刑事物とか、ね、FBI とかのドラマで主人公絶対死なないみたいなものですね、うん、主人公撃たれて前のシーズン終わるんだけど、次のシーズンの第1話でなぜか助かってますみたいなねえ、あそこ撃たれたのに助かったみたいなね大体そんな感じだと思うんですけれども、まあそんな感じかな。うん、まあ本当にシンプルなんですけれども、もっと B さんが楽になるメッセージということで、こんなカード出ておりますので、はい、ご参考になさってみてください。ピンときた方はね。はい、ということで B のビスマスを選ばれた方のリーディングは以上となります。はい、今日もこちらの、カードリーディング動画ね、ご視聴してくださいましてありがとうございました。はい、それでは、C のラブラドライトを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。こいつね、忘れてた。はい、まずは、C さんが自分で気づいてる現状、2枚出てます。せーの、パカ。はい、シックスオブカップス、この不思議なカップの6。はい、あ、サンライトということで、いいですね、これ太陽のカードが出ております。はい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 、そして今回なんかね、エネルギーの現状がね、みんな3枚出ました。せーの、パカパカ。 I will protect のカードと、はい、 You'll know in the morning のカード、そしてザ・ラム&ダリア、ディターミネーション。はい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 、なんだろうね。はい、では、あ、押せばいいかね。そしたら全部入る。じゃあ読んでいきたいと思いますが、なんか旅の途中っていう感じがしますけれども、全体的に心の旅っていうのかな。タラララララタラ、あれ小さな旅か。タラタタ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 タ、音痴ですみません。はい、現状がなんかね、過去との決別なんだけど、あんまりなんかこう悲しい感じがしなくて、未来がすごく明るい、すごく明るくて、むしろこっちが先に光ったから、これがさよならってしてんのかなっていう感じがしますね。そうね。で、別に過去を惜しんでる感じもないけど、別に過去が嫌だったってわけでもないっていう感じもするんですよね。だから過去の自分が変わってってるのかなっていう感じもします。自分が変わっていってる、で、あ、自分こっちに向かうんだっていう予感がしてるっていうのかな。そうで、このライトがこれかもねっていう感じもしますね。まあ、こっちの方がちょっと先なのでね、エネルギーの現状の方が。で、こっちは、ご本人は気づいてないかもしれないけど、見えない領域で、エネルギーが今どういう状態か。で、これがそのうちやがて3次元へと具現化していったりしますので、そうね。で、これもやっぱね、ちょっと過去との決別感があるんですよね。なんか今までの私ありがとう、そしてさようならみたいな
感じがあるんだよね。なんか今まであのことにずっと執着してた私とか、今までこうじゃなきゃいけないと思ってた私とか、今までどうしてもこれが欲しいと思ってた私とか、そうだな、もしくは自分っていうのは幸せになっちゃいけないんだとか、人によっていろいろあると思うんですよね。自分っていうのはこういうふうに頑張んなきゃいけないんだとか、なんかそう思っていたところから次の目的地へと向かう、でやがてそのことが心の中にこう消せられていくっていうのかな、意を消していくっていうのかな。今だからちょっとふんわりしてるんですよね。私こっちに行くんじゃないかな、私もうすぐ変わるんじゃないかな、なんだか新しいとこに呼ばれてる気がするな。でしばらくこうなんか新しい方向見ながら、そうかなって何日か考えて、やっぱり行こう、出発しようみたいな、そういう感じ。そうですね。なのでさっき言ったように過去にすごく執着してるとかも全然ないし、逆に過去からすっごく早く先に進みたいみたいなのもあんまり感じないんですよ。なんとなくこうふわーと、あ、私変わってくんだなみたいな。でもそのこともあまりにもふんわりしてるから、なんかよしみたいなのは、初めはないかもしれないですね、っていうことですね。自分が決めたっていうか、なんか呼ばれてるとかね、なんかちょっとそんな感じかなと思います。自分で意図せずに変わっていってる、気がついたら新しいところへと呼ばれてる、なんかあの無遊病みたいにね、知らない間にこの馬子の背中に乗ってて、はって気づいたらここまで来てて、あら、ここまで私どうして今ここにいるのかしらみたいな。だけどそこでぼーっとして、もしかしたらあそこ行こうとしてるのかしら、よしでは行きましょうみたいな、そういうのがその後に待ってるような感じもしますね。なのでここでちょっとこうハッとするっていうのもあるかなっていう感じ。もしかしたらあのおしゃべりとか聞いていただいてる方だったらわかるかもしれないんですけれども、あのディセンション的なことが今起きてる方もいるかも。あれってなんかあのなんだっけ、ライトボディの目覚めに書かれてるのは数日間の私服ボケって書かれてるんですけど、本当にそういう感じはあるかもしれない。で人によっては甚だなんか不快なあの感じがする人もいるかもみたいに書かれてるので、まあ、感覚は人によって違うかもしれないですけど、あらふわーって気がつくと到着してるみたいな。でしばらくするとなんかこうハッとする、で、あ、なんかもう違うところにいる、じゃあ新しい旅へ出ましょうってなるとかね。はい、なんかちょっとそういう不思議な感じがありますね、全体的に。はい、それではですね、続きまして、Cさんの能力魅力を最大限に発揮する方法ということで5枚出てます。せーの、パカ。はい、フォーカスオンラブ、ほう、そしてバランスのカード、そしてコンフリクト&ディフィートのカード、そしてディアーナだっけな、いつも読み方が、はい、くださったのにね、お客さんがね、なんかな読み方忘れちった、ごめんなさい。はい、あ、初めて出た、かっこいいね、キングオブワンズ、こうかわいいよねこのカード、ほんと好き。ちなみに千一夜物語ナイトみたいな、あ、ナイト、アラビアン混ざったアラビアンナイトカードみたいなやつです。千一夜物語タロットかな。はい、ワンドのキング。なるほど。はい、では読んでいこうと思います。はい、今回は発揮する方法なんだけど、ちょっと私この後実は、皆さんがのびのび活躍できる環境ってどんなみたいなのを出すんですけど、ちょっと環境っぽくもあるんだよね。なんかね、全体的にね、そうだな、これ使えばいいか。
でも何を指す？なんかね、全体的にね、あまり人がいっぱいいるところに出てってる感じが全然ないんですよね。すごく自分に集中できる場所、をすごく感じます。だから例えば能力も対大勢というよりは1対1だったりとか、魅力もそうかな、なんかみんなに振りまくっていうよりは、なんていうのかな、発揮方法なんだけど、どっちかっていうと大勢に分かりやすい魅力よりは、 C さんの場合はなんかこう一定の人からは猛烈に好かれる魅力みたいな、そういう感じがすごくしますね。分かる人には分かる C さんの魅力みたいな感じかな。でそのことに要は、自分で理解をしておくっていう感じかな。魅力を発揮、例えばそうだな、魅力を発揮するっていう時に、例えばね、10代とか20代の時ってなんとなくやっぱり周りでこう流行ってることとか、みんなが可愛いって言ってるものとかね、男性だったらあれが今イケてる、かっこいいみたいな、イケてるってもしこかなそういうように思うようなことについこう言っちゃうと思うんですけど、だけどもっと個性的なのかな。C さんは個性的だし、あとね、能力を発揮するにしてもあんまりね、そのさっき言ったようにステレオタイプとかなやり方をやってしまうとうまくいかない方だと思う。例えば仕事をうまくいくためにって言った時に、能力開発みたいなセミナーみたいなのを受けて、このやり方をするといいですよって、目の前にいる100人に対してたった一つの方法を言ったりすると思うんですけど、そういうのになぜか自分は当てはまらないみたいな方かもしれないですね。他の人はそれでうまくいってるのに自分は全然うまくいかないとか、むしろその提示された方法はすごくやりたくないって感じるとか、それ自分らしくないって感じるとかね。そうだな、自分の世界がある。 C さんはすごく自分の世界があるから、その自分の世界の中で君臨していくっていうことはすごく大事かなと思います。能力魅力を発揮する上で、その他の人と同じ土俵に立たない方がいいと思うっていう感じで出てますね。例えばよく SNS で集客する方法みたいなのがありますけど、そういうようなもので、例えばね、お仕事してる方で言うと、そういうのにやってもなんかな、どんどん私らしくなくなっていくだけでなんか苦しくなっちゃうなみたいになっちゃうタイプ。だからそうだな、自分の世界を突き詰めれば突き詰めるほどうまくいく方だと思う。能力も発揮されるし、魅力も発揮される。例えばさっき言ったように、こうなんか若くても自分なりのファッションをしてみるとか、自分なりの組み合わせ方をしてみる、いろんなこと、お仕事もそうですね、自分なりのやり方をやってみる。でもこの2枚がすごくね素敵で、フォーカスオンラブの下に Look for the good in everyone って入ってるんですよね。でこれバランス、陰陽のバランスのことを示すカードなんですけれども、自分は個性的だし、自分は自分の世界にいるけれども、でもだからといってこうなんか閉じこもってるっていう感じでもないんですよ。それがなんかすごく素敵だなと思っていて、自分は自分なりのやり方をするけど、他の人は他の人で自分と同じように、あ、この人もこの人なりの世界があるんだなって見てあげられるっていうのかな。そういうところがありますね。なのでまあむしろそういったところを発揮されるとより魅力的だし、より魅力的であればあるほどその能力を生かす場に恵まれるっていうのかな、そういう感じがすると思いました。
そういう感じがすると思いましたって変だよね。気づいた今。はい、それでは続きまして、C さんがのびのび活躍できる環境。はい、これ A さんと B さんでも言ったんですけど、今この環境じゃないからって無理して変える必要はないです。ただ自分ってどういう環境だとよりこうなんか伸び伸びと、いいところ出していけるのかなっていうのを知っているか知っていないかでね、まあ、もちろんピンときたらですよ、はい、ピンときたら参考にしてほしいんですけれども、知ってるか知ってないかでかなり変わってくると思うので見てみてください。せーの、パカ、8 of Wands のカード、パカって言っちゃった。はい、アヒムサ、なるほど。はい、そして The Goat and Willow Overcoming Obstacles。 なるほど。あ、でもなんかさっきのにやっぱり少しつながってるっていうか、やっぱ面白いな。 B さんもすごいつながってたんですよね。 A さんだけちょっとなんかぶっ飛んでたけど。そう、あー、そうか、素敵ですね。そうだな、なんかさっき見たように個性的だし自分の世界があるんだけど、あのちゃんとね世界全体のバランスで見られる方なんですよね、この方ね。だから我が我がっていうタイプでもないし、出てたとしてもそう、なんていうのかな、他の人をなぎ倒してまで見たいんじゃないから、そう、問題解決能力みたいなのに優れてる気もするし、もっと言うと人をまとめる力もあるかもしれない。人をまとめるって言っても、まあ、さっきから言ってたようにあまりこうなんか、そうだな、大勢の中の一部っていう感じではないんですよね。ただ、なんていうのかな、例えば会社の中でトップに立ったとしても、みんなとつながってはいるけれどもベタベタはしてないっていう感じもありますね。なんかすごい C さん愛情深いんだよな、全体的に見てて。愛情深い、すごく愛が深いし、でもその愛っていうのはなんか人に優しいっていう感覚とちょっと違って、目線が愛って感じ。いろんなことに対する目線が愛を持って平等だしね、すごく平等だし、そうだな、公平だし平等だし、だもしかして仕事とかで決断しなきゃいけないときはね、ビシッて決断しなきゃいけないかもしれないけれども、それでもすごくね物事を長い目で見られるし、なんかのびのびと活躍できる環境なのに、でもそう活躍できる環境だから、どっちかっていうと、そう先ほどから言ったように、あの自分の世界はあるんだけど、ただやっぱり対他人でそこが発揮されるんだと思う。対他人か何かの組織とかをオーガナイズするとか、例えば家族だったら家族みんなをまとめる力があるとか、そんな感じかな。でそのオーガナイズしていくことに喜びを感じるかもしれないし、みんなちょっとずつ、そうだな、みんながちょっとずつ活躍できる場を作ってあげることとかも多分すごく得意な方だと思う。だから例えばお母さんだったら子供とかもお父さんとかもみんなが楽しめるような企画をするのが得意とかね、かもしれないし、学生さんだったらなんかこう班とかでみんながそれぞれ不満なくいろんなことを自分の役割を果たせる、でも不満が出ないようにするのが得意とか、そんな感じかな。ものすごく、そう何度も言いますけど、バランスよく公平にものを見ることができるからこそ、人の中に、人の中に入っていくんじゃないんだよね、人のやっぱトップかな、人を束ねるとか、もしくは
あのオブザーバーって感じもするかも。ちょっと全体を外から見て、何か適切なアドバイスをするとか、そういうこともできる方かもしれないですね。そしてものすごく、まあ、アヒムさんのね、このカード出てます、非暴力のカードですけれども、あの全体的にね、こう平和な感じもありますので、あのそうだな、争いのあるところに平和をもたらせる人って感じ、うん、とか問題があるところに、調和をもたらせる人とか、うん、そう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 、なんかありますよね、そういう祈りがね、争いのあるところに平和をみたいな、なんかそういう感じの方、一段階物事を一段階解決に導く力を持ってるから、まあ、だからこそわざわざここにオーバーカミングオブスタクルスが出てるので、あのなんかちょっとあのいやうち別にうちの会社問題はないんだけど、なんかもう一歩こう抜けないんだよねみたいなところに派遣されると、なんか売り上げを上げるとか、そういうこともできるかもしれないですね。みんな悪い人じゃないんだけど、なんか団結しないんだよねみたいなところに派遣されたら、なんか団結させられるとかね、うん、はい、そんな感じでございます。ちょっと多分あのその環境によってどういう環境に当てはめるかによってまた全然意味が変わってくると思うんですけれども、はい、ちょっとふんわりとしておりますが、ピンときたところに当てはめていただければと思います。そしてはい、C さん、そう今回いつも通り今の皆さんにメッセージって引こうと思ったら、今のあなたがもっと楽になるメッセージはどうかなって言われたので、あ、いいんじゃないっていうことで、ちょっとね初めてのポジションやってみます。今あなたがもっと楽になるメッセージ3枚出てます。せーの、パカ、はい、あ、スパイラル出ました、アトラクション、はい、そしてツーノブカップス、はい、そしてあ、これも初めて出たかな、ザサン、あれ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 、これね、サンだもんね、あらま、まあ、はい、面白いね、読んでいこうと思います。ちょっとね、Cさんだけこれ2枚セットで出てきたんでね、はい、他の方2枚だけだったんですけど3枚になっております。はい、では読んでいこうと思いますが、ねえ、やっぱりトゥーノブカップスとか出てるもんね。一言で言うと、あなたが存在しているだけでそこに調和が生まれますって言っています。だからいるだけでいいよみたいな感じかな。なんかそういう存在なんでしょうね、そういうエネルギーを持ってるんだと思う。なんかこう磁石を置くと自動的にくるくる回るのとかあると思いますけど、なんかちょっとそんな感じもあるんですよね。なんかこう C さんが来たら周りがふっと変わってしまうとか、だから C さん、これちょっと C さん今どういう状況かによってまた全然違うと思うんですけど、なんか無理して何かをやらなきゃとか、もしかしたら周りの人が勝手に動いてくれるかもしれないし、 C さんの意図を汲み取って、なんかやってくれるかもしれないし、もっと言うとあんまごちゃごちゃ考えなくていいかなっていうね、そういう感じもしますね。まあ考えてない人はそれでいいんですけど、もしなんかもっとなんかやることあるかなとか、もっとやれることあるかなとかね、だったら、あなたら、ただそうだな、一つ何かやることがあるとしたら、もっとあなたらしく輝くことかな。それはじゃあどういうことかっていうと、もっと力を抜くことですね。そうだからやっぱ楽になるかな。なんかもっと力抜いていいし、もうどっちかっていうともうちょっとだらしなくてもいいぐらいかももっと自然体ってこと。なんかきちっとしなきゃとか、そうね、
ある意味なんかこう感覚としてくるのは、きちっとしなきゃって言ってきちんとした服を着れば着るほど、C さんのこうなんていうのかな、服でこうなんかあの電波みたいなのが弱まっちゃって、電磁波が弱まって、さっき言ったくるくるみたいなのが起きないみたいな感じなので、もうすっぱだかになってご自身の心をすっぱだかにしてほげーってしてると、あのなんていうか、何もこうあの周りと隔てるものがないから、よりこの C さんの良さが最大限に発揮されるっていう感じがありますね。うん、うん、C さんがより自分らしくいればいるほど必要なものはやってくるし、そこに調和ももたらされる。だから自分がなんか見てなきゃとかやらなきゃとか、なんとかしなきゃって思えば思うほど重くなっちゃうから、いらんよと。そりゃ楽ですね。はい。このね、あの楽になるメッセージ、 A さんも B さんもすごいねシンプルだけどすごくねいいメッセージだったんですよ。さすがね、私いつも思うんだけど、天秤子たちが言うポジションってなんかすごくいいんですよね。もう天秤子たちがやればいいじゃんみたいな、拗ねるみたいなね。そう。でも本当にあのこういうね、なかなか自分じゃねそう思えないじゃないですか。やっぱ人間だから、自分がなんか行動しないとやっぱ何も起きないと思っちゃうしね。でもそれ必要ありませんよってことを言ってますので、これも何かピンときたことにね当てはめていただければと思います。はい、ということで C のラブラドライトを選んでいただいた方のリーディングは以上となります。はい、今日もこちらのリーディング動画を見に来てくださりありがとうございました。はい、以上となりますが、いかがでしたでしょうか。ちょっともう謝らせてください。前回ごめんなさい。あの実はね、編集した後 YouTube にアップする前はあの風がボーボー鳴ってるところもちゃんと聞こえてたんですよ。でただこれは私が気をつけるべきだったんですけど、 YouTube ってねアップすると必ず音がちょっと劣化するんですよね。でそれを踏まえてある程度良質にしとかないといけないんだけど、あのびっくりしましたね。アップしたら全く音が聞こえなくなってて、まあでもそれもまあなんかいっかと思っちゃったんですけどね。もう今更消してもしょうがないしみたいな。でまあ聞こえないんだったら多分そこ必要ないんだなと思って、はい、そんな感じでしたけど、でもやっぱねこうなんか私もあのちょっと AirPods で聞いてみたんですけど、ちょっと耳に痛かったですよね、あれね。本当にすいませんでした。もうね、あの風の強い日は絶対に外で撮らないと決めました。申し訳ございません。しかも A さんのとこね、なんかこう外れてたりとかね、わちゃわちゃがすごかったんですけれども、何度も言いますが本当すいませんでした。聞こえにくくてね、まあ、なのでちょっとただあれをねなんか埋める方法もよくわからなくて、私もねなかなかこう編集音痴でございまして、はい、最後にもう一つ謝っておきます。すみませんでした。はい、ということで、今日はちょっとこの布なしでねやってみました。まああの布も結構ね長く使ってたのでね、ちょっとあの金の部分が変色してきたりとかですね、若干汚れてきたり、あとあの私がうっかりローをこぼしたりといろんなハプニングが起きて、なかなかダメージを起こしておりましたので、ちょっと今お休みさせております。あとはなんかねめんどくさがりなんで私何も敷かなくていいんだったらそれがいいなみたいなとかも思ってるけど、まあ、ちょっとやっぱこれがねそんなにあの高級な机じゃないので、ちょっと黄色っぽくていまいちかななんて思いながらも、まあねこの辺りとちょっと色はね合ってるけどね、はい、まあ、またいろいろ考えてやりたいと思います。はい、ということで、インスタグラムでもねちょいちょいあのお伝えしてたっていうか、あの3日で連続で投稿したんですけれども、山梨にね、ジュエリーフェアみたいなのに行かせていただいたり、ジェムストーンフェスティバルみたいなのに行かせていただいてですね、まさに今こんな見てて
楽しいですね。はい、オパールいっぱいあったんだけどね、やっぱオパールってなんかいっぱいありすぎてどれを選んだらいいかわからないっていうね、まあありました。まあ、ちなみにビスマスはちょっと見当たりませんでしたけど、ラブラドライトさんはね、ちょっと2つぐらいお持ち帰りいたしましたが、こういうね、ちょっとこの原石っぽいのは今回はなくて、本当ルースって言ってね、綺麗にカットされてるものが多かったので、はい、ちょっとこんな感じではなかったんですけれども、本当に楽しくて、今回もね、なんか山梨にジュエリーミュージアムみたいなのもあって、そこに原石が結構ね、いくつか展示されてたりしたんですけれども、まあ、それ見て、はははあれだとか、あこれはもしやとか言いながらね、見れて楽しかったです。はい、まあ、原石となるとね、またその原石の出方でね、すごいかっこいいのとかよくわかんないのとかもありますけど、なかなかね、ゴールドとかね、金属系面白かったですね。あ、こんな風に入ってるんだとかね、でこれだけでだいたいどのぐらいのカラットというか重さですとかね、そういうのも書いてあって、へーみたいな。ダイヤモンドとかも、それはね、ジェムストーンフェスティバルの方に教わったんですけれども、中に何も混ざり物がないとすぐカットに回されてしまって、でダイヤモンドが入ってる状態の原石っていうのは、なんかナチュラルダイヤモンドみたいな、中にいろいろ入っちゃってるダイヤモンドしかないみたいな話も聞いて、なるほどね、じゃあ透明なのが中にごそっと入ってるのっていうのは多分なかなか見ることができないんだろうなって勉強になったりしてね、楽しかったです。本当にね、実は私高校生ぐらいの時から石に一時期沼ったことがありまして当時よくね、西新宿でやってたミネラルフェアっていうのがあって、今また変わってんのかな、でも場所変わったかな、当時ミネラルフェアってやってて、すごいね、何年間か通いましたね。1年に1回ぐらいしかないんですけど、でお小遣いはたいちゃうので、あ、これはちょっと破産するぞと思って、一時期こう自分で蓋をしたんですけれども、最近お仕事でちょっと石のことをね、勉強するようになりまして、また沼りそうな自分が怖いと。はい、まあこういうね、私みたいなこういう発信をしてたりすると、やっぱり石とか、あと、ジュエリーとかね、お仕事にされてる方よく会いますね。みんな仲間よって感じなんですけれどもね、皆さんなので本当にね、私より詳しい方がいっぱいいらっしゃると思うので、私がね、これすごいって言ってもそれ普通だよみたいなそういう方もいっぱいこれからあるかもしれませんけれども、はい、そんな時生温かい目で見守っていただけたらと思います。ということで、はい、本当に無駄話でございましたが、今日ね、なんか気分的に久しぶりに撮った。なんでかっていうと、前回のボボボボボーっていっぱい入ってるほとんど風と戦ってた動画がですね、先週のすごい火曜とかに撮ったんですよね。なのでなんか2週間ぶりぐらいの気分で今撮っておりますけれども、なんか山梨行って帰ってきたら余計ね、すごく間が空いたような感じがしておりますが、いかがでしたでございましょうか。はい、最近なんかなんとなくね、カードリーディングやってるなんか実感が湧かないんですよね。なんだろうね、これね、なんか遠くから見てるような不思議な感じがありますけれども、はい、ということで私のカードリーディングもどこへ向かうのか分かりませんが、まあ神のみぞ知るということで、今日もとりあえず取れた、とりあえず取れたからよしとします。はい、それではですね、今日もこうして本当に見に来てくださりありがとうございました。またね、皆さんね、4月、あれ、あと1週間のかな、4月、でもまあそんなだと思いますよね。なので、あと1回取れたら4月取るかもしれませんが、取れなかったら次は守護天かもしれません。はい、いつも見に来てくださり本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。